デウさんかな、 DEU さん、デウさんすごい俺好みで大好きです。ありがとうございます。はい、言葉選ばずに言うと、まあ、下手くそな使い方というかね。どうも、玄米レコードの岸本インカミです。今回は当チャンネルの個人的おすすめアーティスト People One についてお話ししていこうと思います。ちなみに私インカミは月間およそ10万人の方に見ていただいている個人音楽ブログを運営しており、はい、僕ティッシモは、現役 DJ 兼トラックメーカーとして、名古屋で活動しております。ぜひ最後までお付き合いください。お願いします。はい、今回は People One についてご紹介なんですけれども、 People One、 はい、はいはいはい、People One が2019年12月に、まあ、活動開始したバンドということで、ですけど、うんうん、今この動画撮ってる、うん、まあ、7月8月とかではまだ実際はメンバーがどんな人なのかとか体制も分かってないんですよ、はいはいはい、一応ですね、まあ、あの、はい、曲のクレジット、はあ、作曲とか歌詞を見ると、うん、まあ、その名前はちゃんと出てくるんで、デウさんかな、 DEU さん、デウさん、デウさんっていう方が名義になってるんですけど、あとは楽曲で言うと、うん、まあ、東京という楽曲と、うん、あとさよならミュージックっていう曲で、うん、バックで女性コーラスが聞こえるんで、はい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 、もしかしたら女性メンバー、あ、じゃあ2人ってことになるんじゃない、まあ、確定ではないけどね、まあ、とりあえず男性ボーカルではあるんでメインが、はい、はい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 、あと女性コーラスがいるんで、うんうん、まあ、男女混合の可能性があるかなっていう感じですね。でも実際は分かんないです。なんでちょっとまあインターネット初ではないですけど、うん、結構やっぱりその YouTube とかの特性を生かして、うん、まあ、ミュージックビデオとかも結構話題になってるものも多いんで、うん、なるほど、そこでどんどん知名度を上げていってるという感じですね、うん、はい、で、まあ、活動開始からまあ1年も満たない状態今なんですけど、そっか、まだ1年も経ってないのか。経ってないですね。なんで今チャンネル登録者はまあ3万人を今超えてと。すごいスピード。スピードもすごいですよね。特に話題になってるのが、うん、まあ、フロップ肉という楽曲ですね。意味をざっくり説明すると、うん、はいはい、1950年代にスプートニクと呼ばれる人工衛星をロシアがまあ世界初で打ち上げたと、はい、アメリカも負けじと、はい、まあ、ヴァンガードと呼ばれる、はい、こっちもアメリカ初ですねの人工衛星を打ち上げたんですけど、うん、まあ、それが失敗に終わりましたということで、はいはいはい、この失敗をまあメディアの方からまあいろんな言われ方して、うん、はい、でその中にフロップ肉っていう言葉があったと、はい、でこれが意味的にはそのロシアの方で成功したスプートニクのまあなり損ないと、はいはいはい、まあ、スプートニクになれなかったやつってことで、まあ皮肉を込めて言われたと。 あんまりいい意味で使ってるあれじゃないと。そうなんですよ。だからフロップ肉っていう楽曲のタイトルはどっちかといえば自虐的というか、はいはいはい、そういった意味が込められてるんじゃないかな。ちょっと歌詞もねちょっと鬱屈としてるというか、うん、あんまりポジティブじゃないんで、うん、あ、ちょっとひねくれてる感じ。そう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 、ひねくれてる感じがします、うん、僕は。はあ、はあはあはあ、はい、で、はい、フロップ肉続きになるんですけれども、はいはい、このミュージックビデオもね、うん、結構秀逸で、うん、まあ、イラストレーターさんがポール・アウルさんという方が、はいはい、まあ、ほぼ手掛けてらっしゃいまして、はあはあ、で、まあ、数々の MV 手掛けてるんですけど、それで一番やっぱり視聴にもつながってるのが先ほどのフロップ肉、うん、じゃあちょっと聞いてみますか。あー、いい。はい、ってわけで、はい、フロップ肉ティシモさんに聞いてもらいましたけど感想どうぞ。いやー、もうすごい出だしのボーカルのローテンション、あ、低く入ってくね、確かにね、低く入ってくる感じからサビに向けてのこのポップになる感じ、急にテンション上がって、あー、確かに。そう、コメント欄でもあったけどね、出だしなんかオレンジレンジ感がね、うん、そうそうそう、リップスライムとか、そう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 、あの90年代生まれの人たちはきっとビビッと刺さるであろうという曲の作り方してたね。確かに。あとはコード進行のこの展開の仕方とか、すごいこの洋楽でよく見るような、あの同じコード進行でこうどんどん展開を繰り返していくっていう感じで、すごい俺好みで。ありがとうございます。はい、で最後思ったのが後半のボコーダーの使い方、あー、ちょっと荒れるね、ボーカルさんの荒れるね、そうすごいあのね、やけくそになった感じの、あのボコーダーの使い方ね、あれはちょっと深夜じゃないとね OK 出せないようなボコーダーですね。そうだね、あれは平常心ではなかなか使う、結構冒険してるというか、そう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 、言葉選ばずに言うと、まあ、下手くそな使い方というかね。そうだね、雑。ボコーダーもびっくりしただろうね、まさかこんな使い方するみたいな、ね、そうそうそう、でもそれがすごいあの斬新で、いいんですよね、うん、フロップ肉
いいですね。いい曲でした。MV もいいからね。そもそもね、うん、めっちゃキャッチーだし。そうそうそう。なんかすごいあの絵もね可愛い感じで。そうそうそう。曲だけ聞くとね、結構明るいくらいで言ったら暗い方だと思うんですよ。うん、結構ね、うん、マイナーというか。うん、なんだけど MV の良さでグラってね魅力が伸びてる感じが、うん、僕はね好きなんですよね。コメント欄の流れで言うと結構多かったのがあの YouTube のコメ、広告、うん、から流れてきて、うん、それで知りましたみたいな人が結構いて、はい、あもう YouTube の広告にも宣伝されてるんだ。自分たちで出してたんだと思います。でフロップに行くかな多分この曲を出してて、はいはい、でそこでガッて流入があって、うん、まあ入ったと思うんだけど、うん、そもそも広告って結構うざいじゃないですか、まあ、正直言ったら、うん、もう鬱陶しがられるから、ね、そう、そんなもん。だけど、うん、それで逆にこの広告で出てきたことに感謝するみたいな流れができてたわけよ。教えてくれてありがとうみたいな。あ、なるほど。こんないい、ね、そうアーティストを確かに今まで鬱陶しがってた広告もそう逆にあざすって感じのありがたく 思えちゃうというぐらい思えちゃうぐらいやっぱ素敵な楽曲アーティストなんですよね。すごいねそれ。でこれ結構ね、うんまあ、結構いろんなアーティストがその中で今も時代組んでたりするんだけど、うん、ちょっと前だと今もテレビの主題歌かな、うん、とかにも使われた秋山黄色さんっていうアーティストもいて、その人も最初はその猿上がりシティポップっていう楽曲を広告に出して、はいはい、でもともとそのね名はちょっと知れ渡ってたんだけど、はいはい、ガーってそこで、まあ、若い世代の心打って、はいはいはい、同じ流れですよ。ああ教えてくれてありがとうみたいな広告。ああなるほどなるほど。っていうのもあったからやっぱりねやっぱもうその世代にまた刺さってるっていうことを考えたらこの後の伸びっていうのはやっぱりね計り知れないというか。なるほど、まあ、目つけられてます。はい、では今回はピープルワンについてご紹介をさせていただきましたと。はい、はい、結構ね、うん、ご紹介と言いましたけどもう謎に包まれすぎてるんで、うん、あのねその人物感というのは全く分かんないんですけど、うん、バンド感というのもね、うん、まあでもこの謎な感じがねいいっていうところもあるとは思うんですけど、うん、ゆくゆくはまた ね更新されていくかもしれないですね。どういう感じっていうのは。でこのフルップニク自体もこういう曲ばっかりのバンドかっつったらそうでもなくて、うん、結構アナログな曲が実は他多いんですよね。あ、今みたいな感じで温かいというかフルップニクだとちょっと無機質な感じというか、うん、そういう感じなんだけど、うん、結構ねぶっ飛んでますね、うん、なんで、はいはい、この流れでいくんだなっていうのを多分超えてくるというか、うん、いい意味で覆してくるようなバンドなんじゃないかなって思いますんで、うんうんうん、そこら辺もね、うん、お期待してます僕は。あ、インカミさんはインカミご期待してます。要注目ですかこれは。要注目、はい、インカミが見つけたら売れるっていう説もありますからねこれは。本当にお母さんにも言われるそれお母さんにも、はい、美空ひばりしか聞かない母にも言われるんでそれ大丈夫だ信用あるからそれ、はいというわけで、はいはい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、この動画がもしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では次の動画でお会いしましょう。じゃあね。